はい、どれです。今日7月21日は、スプラトゥーン2が発売してから5年が経った日ということで、とても大事な日ですね。スプラ2、俺5年間やってるんだなって、今自分で思って、あ、結構やってるゲームだなってなってます。はい、待ちかけしました。富士ツボスポーツクラブナーバレバトルよろしくお願いします。ということで、初心に戻って、若葉シューター使って戦っていきたいと思います。まあ多分4周年の時も3周年の時もね、俺は、そう、初心に戻りますっつって、若葉使ってました。よろしくお願いします。なんか、動かない、あの人。動かない人がいるぞ。体が動かなくなっちまったか？それとも、あ、戻ってる。どうしよう。俺の5周年の最初の試合、人動かなくて負けるかもしれん。普通に勝ちたい。あ、やった。一人で行くの怖いな。いや、ちょっときつい。ちょ、マルチミサイル目の前で撃たれるのは危ない。いくらインクアーマーがあるとはいえ、来てるね。あ、ナイス、ナイス、全然当たんなかった。ちょっと一人動いてないのが気になるんだけど、俺めちゃくちゃ気になるんだけど、でもまあやるしかない。動いて、おー、なんかどうしよう。ラッキー。これ便乗していきたいっすね。動き始めてるか。動いてるね。ちょっとだけ動き始めたから、じゃあここはみんな一緒に行こう。オッケー、ボム。おし、ナイス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 。お風呂ナイス。お風呂、お風呂ナイス。あぶねえ。お風呂とかいう、あのスプラの最初の方にはなかった武器、後から出た新参者の武器だけど大活躍。俺は一番古参者の若葉使ってるけど、でもなんか若葉って最初みんな使うけど、だんだん手放していくイメージがあって、悲しい武器。哀愁漂う。あー、敵はいないからちょっと塗りつつ、まあ塗りゲーなのでね、これはね。あ、射程長い、負けてるから、こういうのはボム使って。来てるね。オッケーオッケーオッケー。味方の方見てる間に、よし、これは敵を一緒に味方と目の前いるね。オッケー。ちょっと最近鼻声なんですけど、でもなんかしょうがない、風邪気味。風邪気味。いや、これ復帰来るか。来てるね。オッケー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 。ボムが、やっぱスタンダードなボムがね、やっぱ強いんですよ。今のうち塗っちゃえ。これ敵陣地濡れたのでかくね。いやー、マジか。いやー、強いわの。あ、なんかジグめっちゃ荒らされてる。これはまずいか。お互いが今入れ違う形だ。大丈夫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 。俺は若葉シューターという、とても塗れる。相手が塗ったとこもね、綺麗にする。よし、みんな頑張れ。うわ、1対1負けて、いや、きついか。ちょっと塗る場所が多いな。俺の5周年最初の試合は勝ちたいよ。なんかどうしたよ、ラッキー。ナイス、ナイス、味方、いけ。オッケーオッケーオッケー。任せて任せて任せて。こっちもいるね。任せて。ごめん、届かないこれ。勝ったんじゃない。敵陣地塗ったぞ。おー、ちょっと5年越しの勝利じゃないけど、嬉しいですね。ありがとうございました。はい、今チェックしました。ムツゴロウよろしくお願いします。うん、そうだね。ムツゴロウは、いや、あれだ、一番最後に出たステージな気がするな。5周年。50年か。一番最初からあるステージ、バッテラストリートとか、アマ美術大学とかはね、今日はないのかな。終わっちゃったのかな。ちょっと今やってる時間帯にはないですね。まあね、スプラトゥーン5周年って言ってもね、5年間ずっとやってるわけじゃないから、5年俺スプラトゥーンやってるとは言えないが、やりたいこれ。いや、ボム危なすぎる。これめちゃくちゃにされてるな。ステージめちゃくちゃにされた。もうね、敵が塗ったとこ塗っちゃえばインカンマンも溜まるので、気はしないか。ちょっと甘ためて。おー、狙ってる。倒せるか。きついか。
二人三人かあれ。うん、やだ、怖い。味方と一緒に。あー、どんまい。あ、ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと濡らせてくれ。俺、怖い。キルするの怖い。射程がない。いやー、来てるな、グイグイ。大丈夫か？インカーマ使うぞ。ちょっと遅いんだ、俺のまま。ごめんね。もう溜まればすぐ使った方がいいかな。うわ、目の前いる。あ、いいな、終わった。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。こっち来てる。危ねえ。きつい。あー、跳ね返ってきた。マジか。跳ね返ってきちゃったね、お風呂。弾が跳ね返るって新しいよな。で、このスプラスになったら新しい。さらに新しい武器出てくるんだと思うけど。めっちゃ塗られてますね。これ潜伏怖い。ボルドマーかいそう。普通にボルドとか潜伏してそうで怖い。武器時多いですからね。いやー、風呂か。風呂こっち見ないで。あー、ボムで倒してる。よし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 。ボムが刺さる、ボムが刺さる。こんな汚されちゃって。でも塗るの楽しい、普通に。もう一人いるぞ。これだ。オッケーオッケーオッケー、ボム強い、ボム強い。やはりな、一番最初から使ってるあの、ボムがいいんだよ。で、これもう置いてく。いや、オッケー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 。よしよし、今のジャンプラッキー。あ、味方もそこジャンプしてる、多分、それ。あ？スーパー着地かな？すみません。今スーパー着地だったから。死んでない。来てるね。味方を狙わないで。ちょっとうちのチャージャーがあんまあれかも。よし、濡れてないかもしれない。そこでずっと狙われてたからあれかな。戦ったんかな。いや微妙ー、マジで微妙な。ギリギリだな。よかった。これは微妙だったな。塗り負けてるもんね、武器が。1700だったもん。よし、頑張っていきましょう。スプラ5周年は関係なく、もう普通に5周年とか抜きで、俺スプラトゥーン楽しみたいわ。なんだ？なんか S、あれなった。携帯が勝手になりました。俺携帯の通知、オンにしたことあんまりなくて、なぜかっていうと、昔ツイッターやってる時に、そうなんか、みんないいねしてくれるじゃん。優しいからこそ。その時にポンポンポンってずっと鳴ってて、携帯の充電が、なんか、1時間経ったらすぐなくなったことがあって、で、なんか携帯を外にいるのに使えなくなって、暇にな、あ、なんかどうした。じゃあ、その時ソシャゲとかやってたんだけど、暇な時できなくて、それが悔しくて、そっからずっとオフにしてます。なので携帯鳴ることなかなかないんですけど、アラーム起きたで寝起きってのがバレちゃう。寝起きってのがバレちゃう。アラーム鳴らす時ぐらいだって。なんか全然敵いないね。あ、そんなとこいるんだ。俺抜けちゃおう。こっそり敵陣地行って、敵がいないうちに塗る。実はあのジグ塗ってたみたいな。やはりスプラトゥーンは塗りゲートよ。なんかいる。やばい、来てる。いや、踏まないか、ボブ。あ、オッケー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 、よし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 。ああ、来てるね。オッケー、ここ塗りたい。危ない。ちょっと真ん中はもう、真ん中はもうなんか味方いてくれるので、敵が塗って荒らしたとこを、ちょこちょこ塗ろうかなと。ん？落ちたね。なんか落ちてた。普通に落ちてた。やべ、来てる。あれ、何これ、荒らされてんの。ローラーの跡があった。よし、もう一回抜けよう。当たんない。あ、いや、無視。今のうち、今のうち。ここ敵がいないうちにね、塗っちゃいましてす。もうインカーマンも使いたい。あー、仲間も来てくるよ。これは降りた方がいいか。被っちゃうとね、抜けた時被っちゃうのが一番、正面が薄くなっちゃうから。逆に自軍がやられちゃうというね。なんだこれ。
お墓だったと思う、お墓が。よし、敵が全然いない。マジで敵がいない。こんな遭遇しないことある？こんな遭遇しないことある？敵と。回線落ち？じゃない。どこいんの？これ。あ、そこ？いや、ローラーはちょこちょこ見るのよ。ローラーは。他よ、他。多分これ行こう、また。さよなら。全然いないわ。なんかお墓立ってるし。なんだこれ。やった、でも5周年。50年塗ってるだけで勝った！よっしゃ。え、なんかスプラっぽくていいね。すごい。CM で見るスプラってこうだもん。塗るって書いてあったもん。ありがとうございました。なんか最後スプラトゥーンみたいにできてとても楽しくできる。ありがとうございました。